岩手県立一ノ関第一高等学校、付属中学校は岩手県一ノ関市岩井町に所在する公立中高一貫校。略称として在校生、卒業生は観校と呼び、一ノ関市内では一校、市外では関一もしくは一ノ関一校などと呼ぶ。メディアの略称表記としては一ノ関一が一般的である。4学期制で、 50分7時間授業が採用されてきた。平成27年度は2学期制で3年次後半を含め50分7時間授業が採用されている。部活動や応援団の活動が活発であり、毎年4月には応援歌練習が繰り広げられる。2009年度より付属中学校を開校し、岩手県内では初の併設型中高一貫校となった。募集人員は、 令和1年度までは、1学年80名、2クラスであり、岩手県内全域から通学可能であった。令和2年度以降、募集人員は70名となり、男女枠はなくなった。入学者選抜は、適正検査、作文、面接で合否を決定。調査書は、合否判定の参考資料として扱う。今後も、高校募集は行われる。なお、校歌は中学校。 高校ともに共通のものを使用している。ありがとうございます。